皆さん、勝田事業所には展示室があるのはご存知でしょうか。勝田事業所の長い歴史の中で脈々と受け継がれてきた技術がこちらにあるんです。それでは行きましょう。皆さん気づきました？これなんか昔の配電盤らしいんですけど、素材が石でできてるんですよ。石、しかも大理石らしいですね。これめちゃくちゃ大きいですよね。実はこれ70年以上前に作られた配電盤らしいんですけど、当時絶縁材料として最も適していると考えられたのは石だったんですね。そこから研究と開発を繰り返し、今では機能が向上されてっているんですね。これもめちゃくちゃすごいんですよ。これ製品や写真などが書かれているんですけど、なんと100年以上前のことまで書かれている資料なんですね。これとっても貴重ですよね。これを読めば、日本国内にまだまだ技術らしい技術がなかった時代から、日立には海外の技術に頼りっぱなしになるのではなく、自主技術に昇華させて社会に貢献するという熱い情熱があったことがわかります。それを胸に海外技術から学び、それを日本流に研究開発するということが繰り返されてきたんです。その結果、伝説工業展の賞を受賞したハイブリッド型 VCB をはじめ、さまざまな賞を受賞した製品を開発し、現在の技術に生きているんです。このように長い歴史と実績に裏付けされた日立三機システムの技術力が感じられる展示室、いらっしゃった際にはぜひお立ち寄りください。それでは次に行きましょう。レッツ勝田。